フルバージョンならピゴットアプリ。Z 世代のエンタメ行動とダイナミックアイデンティティ、はい。まあいろんな違いあると思うんですけど、Z 世代のエンタメ行動って何が違うんですか。ただ買う、ただなんか応援するじゃないんですよね。あ<ー>まあ自分たちもそれ編集してあげてみたりとかアップロードカルチャーになっていく中で、うん、なんか動き方が変わってるなってのがあって、ビルダーとかミキサーとかテイストメーカーとか、普通のただ買ってるという消費者に収まらない層が。 めちゃめちゃ増えてきて。ゆとり教育終わってどんどん増えてるのに、教師の認識としてはもっと厳しくしなきゃなんですよね。そっか、うん。だんだん世代分断がどんどん大きくなってるしね。あ<ー>なんか今の社会問題ってね、やっぱそこら辺の Z 世代以降との,の価値観の不一致みたいなすごく大きそうだなって思いますね。確かに。皆さん、こんにちは。ピボットの佐々木です。今回のピボットラーニングでは、Z 世代以後のエンタメとメディアをテーマにお話を伺っていきます。 ゲストにお迎えしたのは、エンタメ社会学者の中山津夫さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。中山さんには、あの、以前、ピボットでも、活字のエンタメの歴史をですね、振り返っていただく。確かに、ね、連載をしていただいたり。うんうん、ねあれも力作でしたけどあ。あと、経団連のやつが結構バズりましたね。ピボットイシューそう、ピボットイシュー。あの、村 <laughs> 松さん呼んで、ね、はい、ソニーミュージックの。あれはやっぱ見てる人、去年多くて。あ、そうですか。そう、あれでやっぱ経団連、経産省に何か言えないかっていう、 だからダイレクトメール結構来ましたね。<laughs> ダイレクトメール来ましたか。そう。よかったです。うそういう感じで、もう今、まあ、エンタメ産業、コンテンツ産業って、もう日本の希望の星みたいになっていて、はい、どんどん位置づけがたあ上がっているところがあるんで、このエンタメ社会学者である中山さんに、はい、Z 世代以後、やっぱ何が起きてるのかって、もう私ぐらいの世代になると、もうよくわかんなくなってくるっていうところもあると思うんで、<laughs> うん、そこをですね、あの、わかりやすく解説していただきたいなと思います。ちょうどね、うん、本も進化なされるんですよね。うん はい。はい、ちょうどあの、クリエイターワンダーランドという、あが形で2月22日ですかね、うん、発売になります。ちょうどね、単調で言うと9冊目。9冊目ですよね。ありました。割とね、出してきましたね。これ一番書きたかった本なんですよね。これそうなんです。三部作って言って、うん、僕の中では最初のオタク経済圏創世紀、次のオシエコノミーで。うん、2> まあ間2つあるんですけど、どっちかと歴史をまとめたやつなんで。うん、これね、Z 世代とクリエイターが、なんか最近妙にね、動きが活発化してて、ね、グローバルに受けてるのって何なんだろうなってのを、 ちょっとね、Z 世代でクリエイター行動っていうのをまとめたかったんですよね。ああ、中山さん、うん、いいポジショニング取りましたね。結局 <laughs>、エンタメとかコンテンツの何が起きてるのかとか、<laughs> はい、ビジネスとかって、はい、やっぱりそれに詳しい人って日本いなかったじゃないですか。そうですね。体系化した人は特にいなかった。なんか、クリエイターだと5、67で語れない、うん、ビジネス側は現場に入れてもらえない、うん、学者はさらに遠いんですけど、ちょうど僕、間だったんで、うん、まあクリエイターの、ね、トップもやれたし、そうですね、ビジネスも回せた上で学者になったんで、 ああ、あの、確かに人の見えないところを見させてもらってる感じはしますね。いやね。うん、素晴らしい。ということで今日は3部に分けてちょっとお伺いにしうおきたいんですけど、うん、パートナーはこの Z 世代のエンタメコードというか、うん、ダイナミックアイデンティティって言葉を使ってるので、うん、これ何が起きてるのかって話を伺います。うん、2>, 2つ目はリアルとライブの融合という新しいトレンドについて伺って、うんはいはい 三つ目に、やっぱマスメディアの時代が本当に終わってきてんだなってことを私もひしひしと感じていて、なん <music> で終わってんのか、終わった後にどんな世界が訪れるのかっていうところを伺っていきたいというふうに思います。<music> まず Z 世代のこのダイナミックアイデンティティってところなんですけど、<music> ちょっとこの話する前に、なんかこの本読んでて面白かったのは、やっぱ35歳が境になるみたいな話があって。ああ、そうですよね。ね<ー>35まではどうにか新しい流れとか、そういうものについていけるんだけど、それを超えると、なかなか追いにくくなる。それ私も感じるなと思って。全部間違ってるって思いたくなるんですよね、なんか。 でもやっぱあれですね、僕もまさに43なんで、そういう世代に入りましたけど、うん、老害化する瞬間ありますよね。<laughs> はい、YouTube 見て、子供にやっぱ注意しちゃうんですなんかこんなの見てんだったら、地上波見てよとか。うん、ああ。あの瞬間になんだろう、今流行ってるものを肯定できない瞬間があって、うん、あ、これまずいなと思ったことが、コロナ中にありましたね、やっぱね。35からそれが進むってことですよね。そう,ねそうですよね。うん、特にまあエンタメの世界って、そこの世代交代が早いので、うんうん、そこの最新動向、 うん、あの、分析することによって、他のビジネスにも応用できると思いますんで、うんはい、今日はそこを伺いたいんですけど、はい、Z 世代のエンタメ行動とダイナミックアイデンティ,ティ。はい。ま、いろんな違いあると思うんですけど、Z 世代のエンタメ行動って何が違うんですか、うん、あ、そうですね。<う>僕がまとめたのは、あの、消費者がですね、うん、割とこの表現者になっていくというか、うん、SNS を通して2010年代の後半に顕著なんですけど、うん、やっぱあれですね、この,の、ただ、買う、ただ、 なんか応援するじゃないんですよね。あ<ー>まあ自分たちもそれ編集してあげてみたりとか、アップロードカルチャーになっていく中で、うん、なんか動き方が変わってるなっていうのがあって、これ推しの子を取り巻くバズ環境っていうのをやっているんですよね。推しの子ってね、2020年の4月から連載していたので、漫画をやってる期間がちょうど3年ぐらいあったと。うん、でこの期間に、まあ、どのぐらい、あれですかね、これあのツイッターでつぶやかれてるかみたいなやつなんですよね。うん 見ていただくと、こう、1年経った2021年4月にコミックがだいたい100万部売れてましたと。一<う> 1>, 1巻あたり30万部売れてるんで、まあまあいいよねと。で、そこから1年また経った時にどうなのか300万部で、1巻あたり40万部売れてきましたと。うん、アニメ化もするし、これ結構期待だよね、みたいな。で、あの、覚えてると思うんですけど、4月にですね、あの、アイドル、うん、夜遊びのアイドルが流行った後に、まああの、これ、だいたい月間で3000万、4000万とかね、8000万回っていうふうに再生されるんですよ、YouTube がね。うん で、ツイッターなんかでのこの、あの、バズが全然違う次元になっていて。はあ。で、これを経た時に、アニメが終わった時に、あの、結果1200万部。一1回あたり100万部に跳ねたんですよね。ほう。で、これ、なんか、あの、まあ、よくあるバズだよねってなるんですけど、<う>音楽が良かったねってのもあるんですけど、なんかね、これをの回してんのって、本人だけじゃないんですよね。うん。夜遊びが回しているという夜遊びを、どうみんながアレンジして、勝手に歌ってみた、踊ってみた、やるか。 で、これなんかがね、Z 世代の象徴構造だなと思うんですけど、うん、これね、つれづれ研究所さんってところがまとめているんですよね。うん、あの、ちょっとトリッキーな図なんで分かりづらいかもしれないけど、4月の1日ぐらいからですね、何本、そのアイドルを歌ってみたら上がってですね、踊ってみたもありますけどね。うん、で、3ヶ月ぐらいかけて、この3000万、4000万、8000万回って再生する中で、このですね、アングラ、いわゆる二次創作っぽいものがバーッと上がるんですよね。うん、これ、ね、面白かったんですよ。数えたらね、ちょうど、 本人、夜遊び、本人、あやせが挙げたやつが1動画で1億回再生されましたと。ま、うん、これで、ね、もうあの人気あったから良かったよねって感じですけど、そこに1000人が新しく作ったんですよね。はい。で、それでも1億。で、トータルで2億なんですけど、うん、これが樹形図にするとですね、それの図もあったりするんですよね。あの、もともと夜遊び聞いてない層に広がるんですよ。この 1000人って、それぞれが10万人ぐらい持ってる人たちなんで、うん、サブクリエイターたちが、ぐわーっとバイラル上げていくことで、全体として2億の再生されていくと。うん、で、このね、UGC っぽいというか、ユーザーをどう味方につけるのかっていうのが、あの、この本のね、最初の一章のテーマで、はい。これがね、最後の図ですけど、その、3つに分けたんですよ、僕ね。まあ、昔で言うと消費者がいますよね。うん、で、クリエイターがいますよね。うん、間にね、編集者、これプロデューサーですけど、も大事ですよね。だから、企業の媒介があって、クリエイターと消費者がつながるっていうんですけど、 間にですね、結構ユーザーがいっぱいいるなと。まあ僕はね、推しエコノミーという前の本で象徴したのは、うん、消費者でやりながら編集してって、これいいよってキュレーションしていくような推し活ファンが、テイストメーカーとしています。ほう。で、ここにさっきの歌ってみた、踊ってみたは、うん、リミクサーでですね、夜遊びのアイドルを自分が歌ってみた、踊ってみたっていうのは、うん、ある意味自分もクリエイターとしてアレンジしていくので、ミキサーとして間つないで、うん、で、ここにあんまり馴染みないかもしれないですね。あの、最近はフォートナイトとかね、 あの、マインクラフトとか、自分でゲームの世界を作って、そこでみんな遊んでもらってってもらう。クリエイター同士みたいな。あの、ユーザーなんだけど、普通に、あ、なんか僕10万人ぐらいファンがいてみたいな人結構いるんですよね。うん、で、こういうビルダーとかミキサーとかテイストメーカーとか、この普通のただ買ってるという消費者に収まらない層がめちゃめちゃ増えてきたし、うん、なんだったら、ボカロ P ってほぼこの人たちだったんですね。間の人たち。これがね、あの、Z 世代から変わったエンタメ消費行動だなっていうのを、 あの、この本では語ってるんですよね、うん。いやー、今の3分の説明で結構もう一番本質ついてますよね。うん、<laughs> これが大きく変わってきたとか。<laughs> はい、そういう意味で言うと、コミック出した時点では大してまだ広がってなかったってことなんですね。そうなんですよ。この時は、あ<ー>まあ、もともとね、ジャンプが好きな人が推しの子も読みますよとか。うん、で結構面白いのはですね,あれね、あの、アニメになると大体年齢層下がるんですよね。あ,<ー>あのジャンプの漫画とかコミック買う人は2、30代が多いんですよ、今って。うん10代はあんまりもう買わらなくなっていて。はい、なぜなら、まあ、本で読むという習慣がないから。あ で、電子漫画でちょこちょこ読んでますけど、やっぱアニメから影響を受けて後から本を買う人が多いので、うん、そうするとこのね、あの、去年の4、5、6月ってもう完全にみんなあの、パニックのようにね、アイドルアイドルやってましたけど。これが今の時代のなんかメディアミックスっていうか、もうメディアミックスって言葉も古いのかもしれないですけど、うん、けどこれって結構典型的な動きというか、うん、他でも起きてることなんですかあの、これまさにね、今現在進行形で言うとですね、マ、うん、ッシュルって、 何り知ってます知らないです。もう44、40ですから。40年ですから。40ですから。あの、ブリンバンバン、ブリンバンバンって言ってですね。あの、<ー>今めちゃめちゃ同じようにハマってる、あの、ちょっと前はアドのショーってのが流行りましたけど、うん、それもやっぱりダンスに合わせてのマッシュルなんですけど、これもね、歌ってみた、踊ってみた、大爆発中で、やっぱり、あれですね、この TikTok と YouTube で見ると、まあ、今のトレンドが見えますよね。しょっちゅうみんな上げてくるのみたいな。 ね。だかその意味でもバズるってことは昔からありますけど、昔って活字だったじゃないですか。ツイッターとか。なんかそこに限界あったのが、やっぱ TikTok と YouTube で動画で UCG でバズるっていうことが、あなんか、あと音楽ですよね。それによって、あの、この威力が、めちゃくちゃ増幅したってのはあるんですか結構やっぱあれですね、あの、インフラが整ったって言っても言えると思いますけど、あ。あの、アニメで言うとね、動画配信だし、音楽で言うとね、ストリーミングがあって、結果やっぱりあの、 そこに見に行った時にあるんですよね。僕も結構この仕事してるから、最近流行ってるんですよって。最近、ね、コロコロの人喋った時に、あのプニルはっていうね、ちょっと最近あのスライムのやつが流行ってるって聞いたんですけど、まあ、普通だったら書店行ってコロコロ開いてじゃないですか。できないですよね。その間に忘れちゃいますけど、はい、パッとその場でやると、一応ね、三巻本ぐらいまで、ね、読めるんですよね<ー>で。動画、まあ、それは漫画配信があるからパッと読めるで。本当に読みたかったら、YouTube 行ったらそれの動画も入ってるし、うん、なんかその、 パッと手軽にアクセスして、まだお金を払ってないんだけど、好きになる空間の部分があるんですよね、やっぱね。確かにね。まあ、漫画でも、アニメでも、音楽でも、やっぱりそのインフラがこの5年で、やっぱりサース系のやつがどんどん整っていったので、ま初めてそのバズりが、ちゃんとバイラルでこう、回転していくようなプロセスができたんだなって感じしますね。これって世界でも同じ傾向だと思うんですけど、日本ってこの傾向早いんですか遅いんですか 今ね、キャッチアップ早めなんで、ぶわーっと上がって、ーバーっと次に行くとはよく言われますね。<ー>アメリカの方はね、もうちょっとなだらかだし、長く消費されてる傾向ありますね。えー、はぁ。この Z 世代によるエンタメ行動自体は世界的にも普遍的ですかどこでもほぼ同じそうす。これはですね、あの、やっぱ TikTok でバズらせよう、歌ってみた、踊ってみたって、やっぱ10代までしかやってなかったりするんで、まあ、20代もちょこちょこやってますけどね。うん、やっぱりあの上の世代で流行ったやつが、じゃあそれで流行るってことはほとんどなくて。うん 最近の中島みゆきとかですね、いろいろあの、昔の楽曲流行ってるの知ってますあ、それは知ってますそう、真夜中のドアとか、あれ全部あの、10代、うん、Z 世代が降りてきて、うん、これ面白いねって持ち上げてアップしてバズらせてるんですよね。うん、なんかこう、大人世代ってやっぱりこう、上げて表現するってやってないじゃないですか。僕もやんないんですけど。うん、それがね、なんかこう、息を吸うようにみんなするんですよね。うん、私も上げとこうみたいな。この、クリエイターとコンシューマーのミックスしたリミックサーですかね。うんはいはい これってなんで増えたんですかなんで自分もアップロードカルチャーっていうか、自分も実際作ってみようっていう、まあ、我々にはあんまりない感覚が Z 世代って当たり前なんですか、うん、あの、これね、本当面白いですね。僕今回ね、Z 世代は多分20人ぐらいに話聞いたんじゃないかな。結構ね、<ー>一緒にやってる企業家とかも多いんですけど、ちょうどね、ゆとり世代なんですよね。お<ー>みんなね、95年生まれがめっちゃ多くて。<ー>これなぜかなって調べたら、95年って2002年にゆとり教育が始まり、 2013年にゆとり教育って終わるんですよね。厳しくなる。全部ね、一通でやれたのって、今の95年と96年だけなんですよ。面白い。ここだけめちゃめちゃ起業家率が多くて。<laughs> そうなんだ。で、彼らがほとんどニコ動を通ってたですね。<laughs> ニコニコ動がボカロを通って、ちょうど、ね、95年だから、あの、2012、3年、あのちょうどガチャとかゲームとか出てきたあたりぐらいで、ちょうどあの中学生、高校生なんですよね。 ちょいちょい上げてみたっていうのは第一世代に近くてで。そこら辺から今の、そうですね、ちょうど30手前以前、あの、よりも若い人たちは、めちゃめちゃアップロードするなと思って。うん、うちの子供がカシャーンと写真やって上げた時に、ちょ,ちょっとやめろみたいな。<laughs> 止めに入っちゃいますけどね。<laughs> か、した思春期とか一番高んだ時にどういう行動をしてたかっていうのは結構大きいんですね。いや、めちゃめちゃ影響ありますね。中でも出てきますけどね、ちょうどあの、ファミコンのね、あ,<ー>あの、任天堂が浸透してった世代からゲームのプレイ率がめっちゃ高くなるじゃないですか。うんなんかやっぱ中高生で何を味わったかをみんなずっと人生引きずるんだな、みたいなのがあって。ああ。逆に言うと、そこのゆとり世代がそういうのを慣れてて、他のもっと若い世代はしないんですか ずっとするんですかそこがピークって感じですかいや、でもそこから2010年代後半ってやっぱ SNS カルチャーになってきたし、うん、スマホは当たり前になってるんで、もちろんずっと続いてるんですよね。ああ<ー>。なんか、あの、まあ、第一世代っていつも特別だなと思うんですよね。うん、僕らがこう、本当に10人ぐらいの Z 世代経営者って会う。まあ95年生まれから97、8年生まれがある、多いんですけど、95年生まれがほとんどなんですね、なぜか。面白い。めちゃめちゃ会うなと思って。うん、で、あと今回のテーマにもあるんですけど、 ほぼほぼね、不登校なんですよね。はあ。中高行ってなかった人行ってた人の方が珍しいかもしれない。へえー。あった10人ぐらいの、その九95年生まれって、ほぼ全員が、いや、中学校行ってなかったんですよね、みたいなね。はあ。さすがにこれって知ってましたなんか、僕も調べ出してね、驚いたんですよね。不登校がすごい増えてるのは調べてて知ってたんですけど、このゆとり教育機関ってそこんなに意識したことなかったです。面白かったのがじゃない。うん、ゆとり教育が終わってからブワッと激増してるんですよね。 はぁ、あ。この黄色が中学生で、あの、水色はあの、高校生。高校生のやつ増えてないんですよね。はあ、やっぱ多感な小学生と中学生が、ゆとり終わって厳しくなったよあたりぐらいで、ぐわーっと増えてきて、まあ、親が寛容になったので、うん、あの、別にいいよ、不登校でも。普通に彼氏も彼女あの彼女もいたりとか、はあ、めっちゃリア充なんですけど、でも家で普通にね、この、あの、ポチポチガチャ動画上げてましたとかですね。そういう人が結構多かったりして。はあうん ゆとり教育の時って、もう今なんか思い出になりましたけど、何が違ったんですかね。カリキュラムがね、本当に少なかったみたいですね。えー、あの、演習率ね、3にするっていうのはよく言ってましたけど、<laughs> 3.14じゃなくてね。うん、なんかああいうので、あの、本当に教科も減らしたり、あとね、自由研究多かったんですよね。あ<ー>本当に参議院行って勉強しましたとか、あの、相撲見に行ったんですよとか、もうあれでも授業になっちゃうんですよね。と、先生がめっちゃ分からなくなったんで、あ<ー>本当にねあの ちょっと先週は2回ぐらい休んじゃってみたいな人が結構多かったりするんですよね。<ー>俺の時って学校休んだらなんか、まあ、教師も怒るけど、親がめっちゃ怒ってたんでね。ああ。そう考えると、いろんな見方あるんですけど、うん、ゆとり教育っていい面もいっぱいあったってことですよね。うんうん、これね、僕ね、文科省に調べてほしいなって思うぐらいに、うん、あの、起業家いっぱい生んだりとか、やっぱりニコードとかね、アップロードカルチャーの今最先端。うん。それこそね、ボカロ P の不登校率調べてほしいぐらいですね。 はこ僕の完璧にはね、半分以上不登校じゃないかと思うんですよね。そうですね。面白い。今日、ちょうどね、ネット第一世代ってことで、1976年 ?76 世代ってあったじゃないですか。あ、そうですよね。グリーンの田中さんとか。それと似たような感じで、1995、まあ、95世代かもしれないですけど。あると思いますね。そこら辺が、ボガロ世代。で、起業家なんですね。いや、面白いななんか、そう、やっぱり、ね、あの、10以上上と下と付き合うといろいろ目が開けるってよく言われるんですね。僕もあんまりサラリーマンの時って、 いつもね、部下になっちゃうから、<ー>フラットに付き合えないんですけど、はい、今と社外取りしてたりとか、普通にお客さんだったりするんで、うん、だからもう平等な立ち位置で、あの、22ぐらいのやつと、はい、あの飯食って、まあ、いろいろこう議論したりとか、うん、まあ60ぐらいのね、おっちゃんとやることもあるんですけど、まあ、勉強になりますね、ほんとね。<laughs> 人種違うなと思う瞬間が多い。<laughs> そういうことですね。<laughs> はい、確かにな。 ピボットアプリではランニングしながらでも学べるバックグラウンド再生が可能です。運動中、通勤中、家事をしながらでもいつでもどこでも学べます。学びながらポイントをゲットできちゃいますよ。ながらで学ぼうピボット。詳細は概要欄のリンクをチェック。これゆとり教育とかもあると思うんですけど、そしてインフラが整ったとかもありますけど、他にどういう変化があったんですかね。まあスマホも大きかったですよね。 そうですねスマホとニコ動から YouTube からいろいろインフラが整った、うん、で学校は学校でこういう教育の,、ね、あの緩みもあったし、うん、で時代が、ね、やっぱ親とこの世代のやっぱり対立がどんどんなくなっていくからあ,<ー>ある程度、ね、緩くなってで老害化する人が、ね、ここでいやこれはいかんみたいなのもあるんですけどあ<ー>、まあ、教育の効果ってやっぱ5年10年しないと分かんないんだなと思ってその中で、ね、めちゃめちゃ起業化増えてるし。 あの、意外にやっぱね、装飾系だし、昔のギラギラした企業家と違うんですよね。<ー> Z 世代きあの企業家、記憶は本当に面白いなと思いながら、最近ずっと追い続けてるんですよね。へ<ー>、うん、面白い。それって日本のデフレとか、不況はどれぐらい影響してるんですか、うん、けど、アメリカの Z 世代も似たとこありますよね。そうなんです。これ、まあ、あの、全世界でね、やっぱ Z 世代ってやっぱこういう傾向あって、うん、あの、日本はちょっとその二行動があったりとか、ちょっと特殊な派生はしてるんですけど、うんまあ、全般、いかがのものかって言われてると思うんですよね。で、これあの、 単に学校行かなかっただけじゃなくて、LGBT が増えてますよとか、うんはい、普通にね、あの、セクシャリティのマイノリティも多いし、あの、いろんなところでマージナルな人が増えたなってのは思いますね。これね、講談の話になると思うんですけど、僕の中でやっぱこう100年くらいかけて、近代国家が、<laughs> モノカルチャーで男と女、子供を産んだ人、子供を産んでない、ちょっと未完成な人とかですね、<ー>こうやって切り分けて、マスでこうやって持ち上げていった動きが、 100年で、ね、ガス欠になった感じがしてて。あ<ー>あ。一旦ちょっとそういうの流行んないよみたいなんですね。うん。こういうのがですね、なんかこう、もう結構、ね、高校の先生とか喋ると、いかがなものかって人多いんですよね。ああ<ー>。もうやっぱり、ね、ゆとり教育が害だったと。うんあれでみんな緩くなっちゃって不登校が増えたんだっつって。 イトリ教育終わってどんどん増えてるのに、教師の認識としてはもっと厳しくしなきゃなんですよね。そっか。うん、一回日本は成熟国家型にシフトしたのに、うん、また昔を懐かしいんで、保守的なところに戻ってきてる、ねだてて。だんだん世代分断がどんどん大きくなってるしね。<ー>なんか今の社会問題ってね、やっぱそこら辺の Z 世代以降との その価値観の不一致みたいなすごく大きそうだなって思いますね。確かに。週刊文春とかに出る話とかも、うん、そこが根底に結構ありますよね。あそうそうですね。ねおかしいよねと思ったことをね、誰かが言ってくれて。いや、面白い。その意味で、うん、あの、ダイナミックアイデンティティっていうのがまさしく一つに固定されないってことだと思うんですけど、ここでワードに対してダイナミックアイデンティティどういうことですか、うん、そうですね。あの、結構一言でまとめるのが難しくて、あの、うん、このね第、第2章、第3章の話をした時に、あの、うん、ある程度完成するかなと思うんですけど、僕の中では、 この1920年からの、はい、まあ今ちょうど昭和100年ですよね。99年か。これ100年ぐらいかけたモノアイデンティティの時代があったと。うん、その前って結構やっぱ多様だったんですよ、意外にね。はい、でね、あの、近代国家化してってグワーッとモノアイデンティティだったやつが、もう一回セクシャリティも結婚未婚の選択肢も、で、普通にアップロードしながらみんなと融和的に、供給者と消費者ってそんなに変わってないよね。うんうん、お互いが一緒になってやっていくもんだよね。で、やっぱり Web3 もあるし、DAO もあるし、 こういったちょっとマージナルなものになっていくっていうのがダイナミックアイデンティティの時代。うんえー、VTuber も出てくるしね。あの、おじさんでね、結構、あのバビニクとかですねあ<ー>あの。ご存知ですか、バビニク聞いたことありますあの。バーチャル美少女を受肉するおじさんのことをバビニクう、ね、そういう意味なんですかね。僕なんかが普通にあの10代ぐらいの可愛い美少女になってアバターを動かす。<ー>で、普通に一番ぐらいファンがついたりするんですよね。あ<ー>そういうのバビニクおじさんって言うんですけど、 まあ、あの、ユーザーさんも分かったですね。いや、これおっさんだよ、なんか、ね。うん、おっさんの方がうまかったりするですね、美少女役って。えー、これ昔のなんか歌舞伎のお山じゃないんですかね、えー。え、なんでうまいんですか、おじさんの方が。やっぱり美少女とはこうあるべきだっていう理想像が強いんでしょうね。はあ<ー>。そのプロトコルをずーっと固めてきてるし、なんか、あの、お互いでおじさん同士で高め合って、こうだよねっていうのと、それを白い目で見る本当の美少女。 のがありそうな感じがしますけどね<ー>ここはちょっと雑談の領域ですけど、<ー>そういったいろいろマージナルものが増えるよっていうのが僕の中でこのダイナミックアイディティーっていう言葉に込めたあの話なんですよね。そっか。うん、平野啓一郎さんが言う文人主義とか,とかにも似てるんですかね。近いと思います。<ー>だからいくつかのパーソナリティを使い分けながら滑らかに 巧妙に生きていくみたいなね、あざとく生きるみたいなのを僕は使いましたけど。そうみちゃいろんな自分を持てて、その場その場でいろんな自分を使い分けられるって、うん、大変な面もありますけど、いいこともいっぱいありますね。そう。なんか、そう、ちょっとね、お思ったんですけど、うん、あの、我々もね、実はいろんなアバターっぽいものを使ってきたなと思って、うん、例えばねあの、手紙とタイピングってそうだなと思ったんですね。うん 昔の人ってね、字が汚かったらそれで跳ねられるんですよ。<ー>もう性格を表してるとか。こいつ字が汚いなっつって面接もされてるじゃないですか。うんうん、我々自分の顔とかね、そういう、あの、もともと持ってるものに対してコンプレックスもあるし難しさもありますけど、タイプライターだって本当にあれですよね。あのパソコンになって、誰もが同じコンテンツだけを届けられるんだった。うん、でそれってずるっこなのかなって感じがするんですよね。<ー>漫画家が絵も描けないとストーリーも描けないと全部やれ。 よりは、ストレーこの人、絵はこの人って分けたりとか、文人じゃないんですけど、やっぱりそれぞれ、なんかね、AI で補う部分は補ってあげたりとか、なんかそういったものも含めて、実はね、あの、我々って技術と共にずっと進化してきたし、百、うん、100年後アバター使ってるってのは別になんかディストピアじゃないんですよね。ああ、そっか。より自由になったとも言えるのか。うん、そう。そこに対して、まあ、いかん。 と思うような老害感が僕の中でこの,この本を書いたことでちょっと減ってきましたね。ああ<ー>。うん、なんかその Z 世代って聞いた時の、そのいろんなところでダイナミックアイデンティティ使い分けて、より自由な感じを受けるのと、うん、一方でよく言われるように、なんか SNS 社会とかになって、うん、より空気を読むようになって、自分を出しづらくなって、はい、とかみたいな話もよく出てくるじゃないですか。はいはい、どっちが真実なんですかこれ、あの、どっちもっていう答えになっちゃいますね。たまたま後ろで。うん、で、日本って、その物愛日というか、もう世間が狭い。 うん、緊密な人間関係、全員が日本人じゃないですか。こんだけ深いから、逆に文人主義とか、このダイナミックアイディティが強いんですよね。うん,うん。反作用として。そう。うん、SF とかデジタルが流行るのが、やっぱ日本のね、ならではだなと思ってて、うん、こんだけ同質的で苦しいからこそ、まあ、アバターになるとね、あの、バビニクも出るわ、過去状も出るわ、とかね、<ー>いろんなのが出てきますけど、なんか、そう、やっぱり江戸時代とかね、そこら辺に遡ると、うん、あの、ね、書いたやつですけど、渡辺火山っていうね、 昔のあの、タワラ藩の、なんかこう、知事やってた人が、たまにミトコンみたいに旅に出ちゃうんですよね。うん、で、あの、ま、あの、わしは超忍者みたいなこと言いながら、あの、遊びでちょっと回りながら、世間の人と融合しながらみたいなですね。なんか、あ、意外にシリアスに、こう、ヒエラーキーがあるようで、その、あの、そういう表の世界と、裏ではめちゃめちゃアバター社会みたいなことを、江戸時代でもやってたんだなっていうのを、 だからこの本でもいくつかね、エピソード書きましたけど。北斎もね、動きまくったみたいなね。そうなんですよ。名前もね、100回ぐらい変える。100回ぐらい変えててね。そっか、現実社会がちょっと結構こう、圧迫されるからこそ、異世界を求める。異世界転生ってあれも日本と韓国ぐらいですか受けるのあ、そうですね。日本のものを使いながら、ナロー系とね、あそこら辺、ナロベを使って異世界のやつを作って。まあ、あの、中国もね、今、どんどん作ってますね。そっか。日本のファンタジー生産力たるや、これ世界随一なんで。 そっか。うん、日本は現実社会がちょっと生き心地が悪いぐらいの方がファンタジーを作るにはいいのかもしれないですね。<laughs> あまりニュートラルになりすぎるとね、うん、そのクリエイティブに対しての活動がなくなっちゃうかもしれないですね。確かにな、うん、そう考えるとやっぱ戦後の一つの会社に勤めてずっとそこの人間関係でとか、うん、ヒュークスだったんですね。いや、そうなんですよね、うんで。意外にね、その最後まで 医者に勤めるとか、うん、ずっと結婚した人と添い遂げるっていう割合って少なかったりするじゃないですか。はい。なんか我々見てなかったなと、マイノリティやっぱ切り捨ててきた100年だったなってのはちょっと思いますね。そっか。うん、そういう意味では、あの、明治維新とかによって、うん、身分の移動とか人の移動とかって可能になったじゃないですか。はい、それと同じようにこ、これからなんか移動が自由になるとしたらデジタル空間とかいろんなところで移動が自由になって、うん、日本人ってもっと解放されていくっていう。 <あ>そういうもんになるのかもしれないです,、ね、ですね。メタバースにね、やっぱり結構みんながこう同型を抱いて、これ新しい社会だっていうのはやっぱそういうところ。うん、でもまあそこに至るまでね、すごい時間かかるなっていうのもまた発見で、やっぱ都市社会でね、あの東京がこんなに大きくなるまでに公共性が失われたりとか、うん、いろんなお湯曲折があったんで、あの、メタバース今ね、完全にディストピア化してるんですよね。あ、そうなんですか。入ると誰もいないんですよ。えー、あ、そうなんですか。そうえ。つまんないから。なんかそこに行く理由が <laughs> ないと。<laughs> あの、入ったことありますないっすけど。 そうメタバース池袋行くんだけど、同じ池袋があって、セブがあって、中に入ると同じように EC ショップがあるんですけど、<ー>これは何をしに入ればいいんだろうみたいなね。 やっぱデジタルでしかできないなんか必然性がないと、やっぱりいかないですよね、<ー>結構ね。そういうことですよね。わ、うん、かりました。これで Z 世代のこういったエンタメ構造、世界的な傾向でどんどん浸透してくると思うんですけど、うん、本人も書かれてたように、日本って Z 世代以下の人口比率が低いじゃないですか。うん、アメリカなんかそこ多いですよね。うん、そうで社会的な影響力って、この傾向、どれぐらいの速度でインパクトを持っていくんでしょうか、うんうん そう。日本の中だと、やっぱりそこのボリュームに対してね、うん、やっぱり中高年層がやっぱ大きすぎるので、うん、今も文化のヘゲモニーっていうのは割と高齢層が取ってるんですよね。はい、もう社会保障費どうするんだとか、そこがやっぱり一番の喫緊の課題ですけど、うん、やっぱ日本にインフルエンスされた東南アジアとかアジアの Z 世代が日本のコンテンツ拾ってるんですよね。<ー>アニメなんかはもう割とね、この,あの動画マンとかはそうですけど、 やっぱり海外で日本大好きっていう人たちが一個の純日本証券みたいなのを作っていく。<ー>日本の中で送るというよりはいかにね、日本の文化が染み出しながら、 まあ、アジアなのか、欧米だってあり得ると思うんですよね。<ー>そこら辺の純日本証券を使いながら大きくなっていくってところのが僕は未来を見てる感じしますね。そっか。うん、だから日本の Z 世代的なものが世界の人たちを捉え、うん、その人たちがいい意味での外圧みたいになってきて、日本を変えるみたいな。うんうん、そういうシナリオですかそうですね。<ー>なんか日本のね、異世界とか学園生活ものが結構今アメリカで流行ったりするんですけど、あ<ー>マイノリティのアメリカ人が好きな子がメガネを忘れたってアニメ。 最近は言ってたんですけど。知りません。知らないと思います。どんなストーリーなんですか <laughs> 本当にね、目の悪い、うん、隣の子が目が悪いからすごい近くで喋ってくれるっていうだけの話で、うん、あの、都合を150回ぐらい忘れてるんですよね。<ー>今日は忘れたので、なんか息を吹きかけられた。うふふみたいな。うん、これアメリカでめっちゃ入ってですよね。へ<ー>あの、なんですかね、そういう、もう忘れられた日常生活の中の機微みたいな。うん、ここに新しいわびとサビがあるんじゃないかとか。 なんかそういうものがね、全然、あの、マーベルが流行る一方で、<ー>そういったものも流行ってるんで、うん、そういう日本の神聖って全然世界に通じるなと思うことが多いですね。あその世界で受けてる日本の神聖っていうのは、うん、Z 世代的な神聖なんですか日本の Z 世代的な神聖なんか、伝統なんですかそ,れとそう。割とあの、世代ごとに違いますよね。あの、ドラゴンボールみたいにね、一<ー>人でどんどん強くなるんだから、ワンピースでみんなと仲間と強くなるんだってね、鬼滅のようにむしろ仲間と家族を大事にしながら、 スパイファミリーは戦ってるようでも、どっちかと,いうと家族のドラマの話ですよね。うん、なんかそうやって、その時代で受けるストーリーってのは確実に変わるんだと僕は思うんですね。それね、さっきの問題、社会問題最先端の国なんで、日本って。あ,えー、あのわ、割かし最初に発見されやすく、うん、しかもファンタジー世界でアニメとかね、ゲームで早めに表現されて、めちゃめちゃ新しいと。うんうん、やっぱり表現の制限がない分だけね、それだけやっぱり、あの、欧米で見たことないものだな。 隣の子がメガネ忘れるを狂気乱舞して見るフロリダの黒人ってどうなんだみたいな感じじゃないですか。はいうん、そんぐらいでもなんか、あ、共通基盤としてやっぱこういうミニマリストというかね、小さな幸せみたいなものも、うんうん、なんか映画ではやっぱりね、お金を儲けなきゃいけないから表現できないんですけど、アニメだといろいろ表現できちゃったりとか。 そっか、Z 世代的な日本だけじゃなく、もう今まであった日本のいろんな積み重ねが、それぞれデジタルで繋がりやすくなって、いろんなレイヤ案の人に受けてるってことですよね。受けてますね。そういうことか。うん、まあ、ゴジラね、マイナス1.0とかね。あれなんかもう10分の1のバジェットでね、あんだけ成功したから、うん、あの、コスパが最高だっていう受け方してたりとかね。はい、うん。まあ、これちょっと東路してもなんか、うーんって言ってましたけど。うーん,、うん。この日本の Z 世代、まあ、Z 世代ってキーワード言った時に、うん、テイラー・スウィフトって関係あるんですか あなんかテイラー・スウィフトのドキュメンタリーを昨日ネットレスに見てたんですよ。そよ、ね、したら結構、なんていうかな、すごい共感できるような、<ー>もう、たわいもないエピソードとかが多いなと思って、たわいもないって言い方が や普通のそ人間だっていうところをね、見せてあ<ー>、まあ、あと結構嫌われてた時代があったんだなと思って、あの。ああ、はい。ね、あのカニエウエストとかの戦いとか。とね、<ー>そう。で、やっぱりアクティビストになってったんで、我々の代表になってたというか、Z 世代代表ですかね。うん、最初はね、カントリーミュージックの女王で入ってったけど、なんかこう、新米の時にね、カニエウエストにちょっと冷たい対応されて、で、うんえー、喧嘩になったりとか、うんはい、セックハラを受けた時に訴えたら逆に潰されたりとかって中で、10年かけてね、なんかあの、 私たちの意見を代弁してくれる人になってたみたいな。ハーバードもね、ちょうど授業にもなった。ぐらい、やっぱステータスを確定してった感じしますよね。だから、ほんと距離が近いっていうか、代弁してくれてる感覚があるっていうのは、先ほどの一緒に踊るとか、ああいうのも含めて、大きいわけですね。うんうん、なんか僕はスケ感とビジョンってね、この中で言いましたけど、やっぱある程度、その人が身近に感じられる何かの要素というか、あの、昔のアイドルじゃないですよね。キラキラ素敵な憧れるものじゃなくて、あ、この人も同じ人間だと思えるようなものを、 やっぱりみんなね、そこに食いつきやすくなってきた。それやっぱり、プロセスをずっとストーリーで見せるっていう手段がどんどん増えてきたんで。うん。だから、最近ね、あの、ネットリックスってものすごいドキュメンタリーがいいんですよね。そうですね。そう、テイラー・スイットもその前はね、マイケル・ジャクソンから始まりましたけど、ほとんどあのドキュメンタリーでブランドが再構築されてるアーティストってめっちゃ多いんですよね。うん,う,んうん。いやー、ちょっとパート1聞いてよくわかりました。うん、これなんか今日は、うん 教育とかの話じゃないんですけど、うん、こういうことを踏まえた上で、はい、さっきの、まあ、YouTube とかをずっと子供が見てるとか、うん、自分でコンテンツ作ってアップロードするとか、うん、そうって全部肯定していくのがいいんですかそれはまた極端な話なんですかなんか教育のあり方っていうとね、僕もあの、二人の父親なんですね。ねいや、難しいなと思って。自分のところは難しいですよね。 なんか今の話だけ聞くと、不登校も全部許容して、YouTube 全部見放題で、なんか自分で作ったものもどんどん顔出しでバンバン出せばいいみたいになるじゃないですか。それで起業かなったらいいんじゃないかみたいな。それも極論かなとも思いつつ。 なんかでもね、料理なんかもそうですけど、うん、日本は特にやっぱ素材大事にする民族だなと思うんですよね。<ー>何かを強制するよりは、やっぱ元々こういうタイプだなと思いながらアライメントって言ってね、調整をしていくというか、うん、勉強苦手な子供にも強制して勉強させたところでとか、うん、やっぱ全然ね、こう外交的じゃない人を無理やり引っ張り出しても難しいというか。うん それもやっぱモノカルチャーだったイメージが僕はあって、まあ、勉強する部活に入る、このぐらいにはなんなきゃ、最低限偏差値は50でとか、んなんかそういうものよりは、なんか今あるその人を見極めて、強制が向いてる子も確実にいますね。ああ、そっか、その見極めですねそ。そうなんです。それはね、このタイプには、やっぱこれマネジメントと同じじゃないですか。そうかー。一曲には触れないと思いますね、やっぱね。うん,うん。 この子ある程度決めてあげて中学受験とかした方がいい子。うん、ここはもうある程度もう不登校でもいいんで好きなことやらした方がいい子。うん、見極めか。でも統計的な分散の傾向が中央値がだんだんこのユテリ教育でね、こうやって緩い方にはいってるよねと。うん、そういうのは確かにベクトルはつって。<ー>そういう中でじゃあ、こいつはゆるゆるにするとまずいよねとか。うん、こっちはもうちょっと強制していかないとねとか。もちろんそのブレ幅はあると思いますね。わかりました。パート1でもこの Z 世代のエンタメコードとダイナミックアイデンティ,ティについて伺いましたけど、パート2では。 このリアルとライブの融合という新しい調理について伺いたいと思います。うん、はい。担当中、これになんでリアルとライブ復元したんですか ?2000 年代ってずっとね、ライブ系、このリアルの舞台とか、うん、ミュージカルとかって、ある程度ね、ちょっとそんなに成長しなかったんですけど、デジタルになるようになって。そ<う>れね、ずっと上がっていったんですよね。ほうで。コロナで一回落ちちゃったんですけど、今ね、3年ぐらいでブワッと復活したんですよね。うん でこんなになくならないっていうのは、何かね、代替すべき機能があるんじゃないかっていうのを思って。結局デジタルのコンテンツだけやってると儲かんないってことですか、うん、すごく驚かれますね、やっぱりね。うん、あの、え、こんなに YouTube って儲かってないのみたいな。視聴数とか、ユーザーの湧いてる感と、失態が伴ってないんじゃないですかね。うん